ローランド・ペンティネムは、スウェーデンのピアニスト。父親は、レニングラード近郊イングリアの出身のフィンゴア社で、ソ連からの亡命者であった。アドルフ・フレドリク音楽学校に学び、ストックホルム・スウェーデン王立音楽院にて、アラン・グンナル・ハルハーゲンに指示。その後インディアナ大学ブルーミントン校に留学し、メナヘム・プレスラーや、ジェルジー・シェーボク、エリザーベット・レオンスカヤに指示する。 1981年に、ストックホルムフィルハーモニー管弦楽団と共演して、デビューを果たし、その後欧米や韓国、南米、オーストラリアやニュージーランドの主要なオーケストラと共演してきた。また、チョンミョンフンや、ラファエル・フリューベック・デブルゴス、ネーメ・ヤルビ、パーボ・ヤルビ、エサイコール・ペッカ・サロネン、ユッカ・ペッカ・サラステ、レイフ・セーゲルスタム、エフゲニース・ベトラーノフ、 フランツ・ウェルザー・メスとデイビッド・ジンマンが著名な指揮者とも共演している。また、ロンドンのプロムスに出演した際には、クリーグとリゲティのピアノ競争曲を演奏した。室内楽奏者としては、今井信子や、カンドンスク、クリスティアン・ディンドベルイラと共演してきた。レパートリーは幅広く、ソリストとして、ショパン、サティ、スクリャービン、ラフ・マニノフ、シェーンベルク、ベルク、 プーランクを室内楽奏者として、シューマン、ブラームス、グリーグ、ヤナーチェク、シェーンベルク、ベーベルン、ヒンデミット、ショスタコービチ、ジョリベ、トゥービン、シュニトケの作品を含めており、録音数も BIS へ非常に多い。ありがとうございます。